おはようございます。モクさん、おはようございます。タイさん、おはようございます。マリちゃん、ハレリア。今日は涼しいです。いいです、とてもいいですね。これだけ涼しいとですね、過ごしやすいですね。アンディビさん、ルルさん、おはようございます。今日は曇りですが、すごく涼しいです。ケンタッキーさん、ハレリア。ユウさん、ハレリア。曇ってます。曇ってますが涼しいです。お部屋に森塩は良くないでしょうか。そうですね、森塩はですね、まあ、日本じゃないかもしれませんが、イスラエルから来た、まあ、一つのおまじないですから、やはり信仰的とはちょっと言えないかもしれませんね。ですから森塩はしないでください。それは一つのおまじないになります。私たちは地の塩ですから、地の塩としてはですね、私たちは塩ですから、私たち自身が塩です。ですから日本のなんていうんでしょうかね、古い習慣としての森塩は良くないと思います。 M さん、おはようございます。今日のタイトルはですね、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう、あなたの言葉によってあなたを裁こうという、ルカの19だったでしょうかね、ルカの19の最後の方にある言葉です。アエンポンさん、おはようございます。まだセミが鳴いてますね。あれはセミじゃなくて、あれは虫ですよね。スズムシかどうかわかんないですけど、セミじゃなくて秋の虫、秋の虫だと思います。三つ葉さん、おはようございます。この箇所はイエス様の例え話なんですね。イエス様の例え話で、マタイの方ではタラントの例えになります。そしてルカの方ではミナの例えになります。とても似ている例え話ですが、どういう例え話かというと、ある身分の高い人が、その王位をもらうために出かけます。そしてしもべたちにですね、お金を渡して、これで商売をしなさいということを言って出かけます。で、一人のしもべには10ミナっていうのはですね、1ミナが10日分の賃金に相当するのかな、まあ、1デナリが1日の賃金1万円ぐらいです。ですから10日分というと100万円ですから、100万円が1ミナということになりましょうか。ガロードさん、パチンコやめた、よかったですね。じゃあ競馬もやめましょうね。ハルキさん、メンタリストダイゴさん、知らないですね。アイスティーさん、おはようございます。で、10ミナっていうと1000万ぐらいでしょうかね。1000万ぐらい。そしてある人には5ミナを与えます。そしてある人には1ミナを与えます。そして主人がいないときにそれで商売をしなさいということです。タイさん、ありがとうございます。そして、主人が帰ってきます。主人が帰ってきて10ミナをもら預かった人は、あ、ごめんなさい、間違えたかな、ちょっと間違えました。1ミナ預かった人は、
10ミナー設けたと言ったかな、ごめんなさい、ちょっと間違えました。10ミナー預かったんじゃなくて、1ミナー預かった人は10ミナーを設けました。でもう一人の人は 5ミナーじゃなくて1ミナーを預かっ、もう一人の別な人は1ミナー預かって5ミナーを設けました。そしてもう一人の人は1ミナーを預かったんですが、風呂敷に入れてですね、それで商売をしなかったという話です。その風呂敷に1ミナーを入れてた、まあ、タンス預金みたいなね、タンス預金みたいなものですが、そうすると主人がその人に言うんです、ね、なぜそれで商売しなかったんだ。そしたらそのしもべはこう答えました。あなたは厳しい方だから、取り立てられたくないから、厳しく取り立てられると困るからしまってたというんですね。まあ、どういうことかちょっと分かりません。そしたら主人は、このルカの19の22になるように、主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。そしてですね、そのしもべから1ミナーを取り上げて、10ミナー、儲けた人に与えたということですね。それがですね、まあ、この例え話です。太郎さん、チャイスクールと義務教育活かせるならどっちがいいですか。もちろんチャイスクールですね。もちろんチャイスクールです。ヤギさん、この放送は神様の知恵が詰まっている放送ですね。ありがとうございます。マタイの方はタラントですね、10タラント、5タラント、1タラントを与える。ちょっと内容が、少し違いますね。1タラントというのは、ですね、何デナリかな、6000デナリ、ちょっと大佐、マタイの23あたりにですね、23かな、23ぐらいにタラントの例え話があると思うんですが、その注釈のとこに1タラントは6000デナリって書いてあるでしょうかね。6000デナリだとすれば、1タラント、うん、1タラントは、6000万円になるのかな、6000万円。まあ、ちょっと例え話にも2つの、少し違った内容があります。ハイドさん、おはようございます。アヤポンさん、今日亡くなった父の夢を見ました。夢で仮装されたはずが生きている父の夢を見たのですが、何か意味がありますか。そうですね、まあ、希望的にはね、希望的にはアヤポンさんがお父さんに伝道しました。だからお父さんは天国で生きているというそのことを考えたいですよね。お父さんが亡くなる前にイエス様を信じたならば天国で生きていると、そう思うと嬉しいです。それでですね、イエス様おっしゃいました。もし商売をしないならば、ね、銀行に預けてれば利子がつくじゃないかとおっしゃいました。イエス様が言いたいのは、この世で商売をしなさいという意味ではありません、この世で商売をしなさいという意味ではなくて、神様の、まあ、商売って言ったら変ですが、神様の仕事をしなさいという意味なんですね。はるきさん、小中学校に行った子供は IQ が1年間で平均3ポイント上昇することにが実証されてますね。太郎さん、絶対に学校に行かせる。いやいや、はるきさん、違います、違います。
チャイスクールは1年間に10ポイント上昇すると思います。チャイスクールでは IQ がですね、1年間で10ポイント上昇すると思います。それでですね、はい、この例え話の、話はですね、私たちはこの人生は、イエス様に預かった賜物、イエス様に預かったさまざまなものをイエス様のために働くかどうかということです。そういうわけで皆さん、ぜひですね、イエス様を信じている皆さんはイエス様からいただいたさまざまなものを、一ミナをもらっていると言ったらいいでしょうか。それを使ってイエス様の仕事をするべきです。多くの人は、自分のために自分の人生を使ったり、お金のために仕事をしたり、亡くなる食べ物のために仕事をしています。それは、一ミナを風呂敷に包んでいたり、一タラントを土の中に隠してい いるようなものです。多くの人は、タンス預金をしているんですね。ほとんどの人はタンス預金をしています。神様のからもらったものを、使わないで人生を過ごしています。私たちは、神から受けたものを神のために、使うべきです。アイポンさん、亡くなる前に父はイエス様を信じると言ってました。アメン、よかったですね。そしたらですね、アイポンさん、お父さんは天国で生きていると信じましょう。タイさん、1タラントは60ミナということですね。1ミナが100万円だとすれば、やっぱり6000万円、つまり6000デナリということになりましょうか。タイさん、ありがとうございます。皆さん、マタイの方は1タラントという6000万円ですよ、皆さん。10タラントもらった人は6億円ですね。ある人は6億円、ある人は、3億円、ある人は6000万円をもらって、神様の仕事をしなさい。まさに人生のことですよね。私たちの人生っていうのは、大体お金に換算するとですね、3億円とか6億円とか6000万とか、そういう金額になります。つまり人生のことじゃないかと思います。そして1ミナというのは100万円ですから、人生100万円じゃちょっと少ないかもしれません。そういうわけで皆さん、私たちの人生は何のために使うのか、この世的に生きたならば、それは、タンス預金だということですね。私たちは天に宝を積まなければなりません。多くの人はこの地上に宝を積みますが、この地上に宝を積むということはタンス預金だということです。しかし、もし私たちが神様のために生きるならば、神様が喜ぶような愛の行い、信仰、希望、愛、そのような生き方をするならば、私たちは天に宝を積み、それは、神のものが増えていくということですね。神様のものが増えていくということです。ユウさん、それはまさに、デタラメですね。ぜひ、そういうものを信じないでください、ユウさん。ネットでは嘘がたくさんあります。ですから、ぜひ確かめてください。私はいくらでも、情報を提供します。ですから、もし、誤解が解けないようでしたら、個人的にいろいろ説明できますから。またその、その何て言うんでしょうかね、ソースと言いましょうか、そのネタを教えてくだされば、そのネタがなぜそんな嘘を言ってるかも説明できるかもしれません。はい、そして1タラントは王の身代金に相当すると書いてあります。
王の身の代金、ああ、1タラントは6000万円、6000万円は王の身の代金。王の身の代金って何でしょうね、ちょっと分かりません、ごめんなさい。そしてシェケル、今イスラエルではですね、イスラエルのお金の単位はシェケルですよ、まあ新しいシェケルかもしれませんが、昔のシェケルと新しいシェケルがありますが、今はイスラエルはシェケルという単位を使ってます。はい、そしてもう一つの今日のポイントはですね、そのイエス様がその風呂敷に一ミナを隠していたしもべに言います。あなたの言葉によって私はあなたを裁く、あなたの言葉によって私はあなたを裁くとおっしゃいました。つまりどういうことでしょうか。私たちは、言葉に責任があります。私たちの言葉は心から出ますね、心の繁栄として私たちは、言葉が出ます。そして言葉は、多くの人は無責任な言葉を言います。しかし私たちは、一つ一つの言葉に責任を取りましょう。そして私たちの言葉は人にも伝わりますが、天使を通して神様にも伝わるのです。つまり、私たちの言葉はある意味では神様に、語ってるんです。私たちは人間です。人間と動物の違いは何ですか。人間には言葉があるんです。人間は神様に似せて作られたもので、動物ではありません。動物には鳴き声はあったとしても言葉はありません。人間だけが言葉があります。そしてその言葉は神に向かっているということです。ですから私たちは、私たちの言葉によって裁かれます。聖書の他の箇所にこういう言葉があります。あなたの、語った言葉にすべて、その、弁明が要求されるとあります。私たちの言葉一つ一つに、弁明しなければならないということは、私たちは言葉に責任があるということですね。なんで人間だけに言葉があるんでしょうか。神様に似せて作られたからです。タイさん、旧約と新約ではタラントも単位が違っていて、新約の時代のタラントがどのくらいかは正確には分かりません。そうですか。旧約と新約でタラントの単位が違う。そうですか。アイさん、ごめんなさい。アイさんの LINE ちょっと見当たらないんですけど、ちょっと探してみますね。アイさんの LINE に、来てるんですか。ちょっと私、見かけません。ごめんなさい。それで、今日のタイトルはこういうことなんです。つまり私たちがネガティブなことを言えば、神様にネガティブなことを言ってそれが裁かれます。私たちが信仰的なことを言えば、それが、神様にあって、なんて言うんでしょうかね、裁かれません。しかし私たちが不信仰なことを言ったり、ネガティブなことを言ったり、悪い言葉を言えばそれが裁かれるということです。ですから聖書では一切悪い言葉を言ってはいけない、一切悪い言葉を捨てなさいと言われています。愛さん、あ、何マーク、あ、そうですか、ハートマークね。私たちの、私たちの言葉はとても力があります。私たちが信仰的なことを言えばそれは、信仰的になっていきます。あなたの信仰の通りになりなさい、あなたの言葉のようになりなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちは信仰的なことを言えばそれが、叶えられていくのです。私たちがネガティブなことを言ったら
ネガティブになっていくんです。キツネさん、ネガティブな言葉を受けたときはどうやって対処したらいいんですか？それは御言葉によって否定し、そしてその人を許すのですね。御言葉によってネガティブなことを否定しましょう。多くの人は、その無頓着に悪い言葉を言います。しかし全部それは天に記録されています。今は盗聴とか、それから防犯カメラとかありますが、あの盗聴とか防犯カメラはまさにですね、天において私たちの言動が全部チェックされている、記録されているということを表すと思います。私たちが何を言ったか、何をしたか、全部記録されています。そして裁きの時、この間の最後の審判の話をしましたけど、最後の審判の時に全部私たちの言動が暴露されます。恐ろしいことです、ね、恐ろしいことです。私たちの言葉が全部ですね、記録されてるんです。ですから私たちは悔い改めて、今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。悔い改めて、これからは信仰的なことだけを言おう。決して、悪い言葉を言わないで、神様に向かって神様が喜ぶことだけを言おう、神様が喜ぶことだけを言おうと決心しようではないでしょうか。今からでも遅くありません。今からでも私たちの言葉、呪いが出るのではなく賛美が出るようにしましょう。私たちの口は呪いのためではないとありますね。私たちの口は感謝賛美、感謝賛美のための口です。神様が口を与えてくれました。それは悪いことに使うためではない、良いことのために使うのです。タイさん、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰についても弁明できる用意をしていなさい。これはですね、私たちはいつでもですね、自分の信仰、自分の希望をですね、求める人には、この説明できるようにしていなさいということですね。あなたはなぜそんなに希望に満ちてるんですか？はい、私はイエス様を信じていて、イエス様が、私たちを、救いに来る時が来るんです。将来天国に行けるんです。イエスキリストを信じたら罪が許されて永遠の命をもらえるんです。そのような、希望をですね、説明できる用意をしておくことが大事なんです。キツネさん、テレビ見ない方がいいですか？私は見ない方がいいと思います。特別な番組は見てもいいと思いますが、テレビによって時間を取られるのはもったいないです。私たちは信仰的なことに時間を使いましょう。太郎さん、キリちゃんのお話はの根拠は全て聖書からですか？はい、私は聖書を根拠にして、話をしています。聖書を根拠にしています。自分のもちろん それに説明したり、それをこうね、なんて言うんでしょうかね、分かりやすく言うということはもちろんありますが、私たちは聖書が根拠ですね。聖書が根拠です。ラグビーワールドカップは見てもいい。結論的には見ない方がいいと思います、ね、見ない方がいい。絶対見ちゃいけないとか、ちょっとも見ちゃいけないとか、そういうことではありません。立法主義的にではなくて、やはり私たちは何に関心を持つべきか、イエス様に関心を持つべきです。神の国に関心を持つべきです。この世を愛する者は、真に対する愛がないというふうに書いてありますね。第一ヨハネに
この世とこの世を愛する者は父に対する愛がないと書いてありますから、この世のものを愛さないようにしましょう。ごまちゃん、おはようございます。ゆうのさん、アメン。太郎さん、聖書には子供を9人持ちなさいと書いてあるのですが、いいえいいえ、聖書にはですね、子供は、祝福だと書いてありますね。賜物と書いてあります。子供は賜物と書いてあります。詩編139編だったかな。タイの実は賜物と書いてありますね。テッドさん、おはようございます。中牧師は毎日何をしてるんですか。今日はチャイスクールですね。今日はチャイスクールで聖書を教えます。聖書を教えます。昨日は祈り会ですね。祈り会でした。月曜日は牧師会です。チャイスクールとか牧師会とか祈り会とか、そういう生活をしています。タイさん、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。ヤコブ 3-10。 アメン。太郎さん、なぜ9人で辞めたんですか。辞めたんではありません。10人目を祈りました。10人目を祈りましたけど、神様は、10人目を与えませんでした。では、明かし行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、言葉が変わった。以前は悪い言葉ばかりだったけど、イエス様を信じたら、良い言葉に変わった。良い言葉に変わった。あ、これいいですね。イエス様を信じたら、悪い言葉を、言わなくなった証。悪い言葉を言わなくなった証。スタート。キツネさん、偶然がないってすごいですね。そうですよ。もうすべてのことは偶然ではないんです。すべてのことはイエス様の導きです。ドローンは偶像崇拝ですよね。私はドローンを使ってですね、放送のために何か使いたいと思ってます。何のために使うか、それが大事です。インターネットもですね、何のために使うのか、信仰のために、伝道のために使うなら、インターネットもいいと思います。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人は悪口が多いんでしょうか。それはやはり、罪の中にいてイエス様を信じないからですね。イエス様を信じないからです。キツネさん、徴税人はなんで身分が低い人とみなされてたんですか。その当時のですね、聖書では主税人と書いてありますが、主税人はですね、ただ税金を取っただけじゃなくて、その多めに取って盗んでたと言われています。主税人はその権力を使って盗みをしていた。それで身分の低い人とみなされていたんですね。ドローンのカメラで何を映すのですか。神様が作った綺麗な自然、神様が撮った綺麗な自然を映したいです。もうネットにだいぶですね、ドローンの空撮の綺麗な映像がたくさんもうありますから、もう撮る必要がないのかもしれませんが、神様の作ったこの自然をですね、放送できたらと思います。ドローン許可はいらないのか。 200g 以下はですね、条件をきちっと守れば許可がいらないんです。私のドローンは 200g 以下ですね。モンカさん、イエス様を信仰したら、以前はひどい言葉を言われるたびに言い返してましたが、
言い返さなくなり許せるようになりました。悔い改めることができて幸せです。タイさん、聖書自身が清らかな麗しい言葉に満ちていて、イエス様の愛とともに不思議な癒しを感じます。トンボさん、なぜ今の世の中に心身の心の衰退がひどいのですか。やはりイエス様を信じないからですか。その通りです。悪魔がいじめてます。この世は悪魔が人間をいじめてるんです。ですから、信仰がないと弱ってしまうのです。多くの人は悪魔によっていじめられて心身とも衰退しています。衰弱しています。条件を守ればっていうのはですね、まずなんか 人がいたら330メートル離れなければいけない。それから、200メートル以上はダメとかですね、それから飛行場の近くはダメとか、まあ、いろんな条件があります。家に虫がよく現れて困っています。キューちゃんは虫が出たら叩きますよね。はい、蚊とかゴキブリは叩きます、仏教ではですね、生きとし生けるものを殺してはいけないという考えがありますけど、聖書の考え方はそうではありません。聖書の考え方はもちろん蚊を殺してもいいし、ゴキブリを殺してもいいのです。皆さん考えてください。抗生物質はばい菌を殺してるじゃないですか。石鹸とかシャンプーは、体中のばい菌を殺してるじゃないですか、ね、シャンプー使うってことは、頭皮のばい菌が死ぬことだし、石鹸を使うということはばい菌が死ぬわけでしょ。ばい菌殺しちゃいけないってなったら、ね、お風呂も入れませんよ皆さん。薬はですね、薬はばい菌とかウイルスとか、いろんな、病原的な生物を殺すのが薬ですよね。ですから、当然といえば当然です、ね。家の中のゴキブリをそのまま放置する人もいるかもしれません。たまにはいるかもしれません。家の中のゴキブリを放置する人はほとんどいないと思います。はい、それではファイナルメッセージです。ファイナルメッセージ、皆さん、こう考えてください。私たちの言葉によって裁かれる、私たちの言葉によって裁かれるなら、もちろん悪いことを言わない方がいいわけです。そればかりか逆にですね、私たちがもっと感謝してもっと賛美すれば、かえって、神様に祝福されるのです。ですから私たちはいろんな能力があります。人間ですから、人間は神様に似せて作られていろんなことができます。その中で口というのは大きいのです、ね。口というのは人間にとってものすごい大きな働きをします。言葉があるからコミュニケーションが取れるし、言葉によっていろんなことができます。神様も言葉によって万物を作ったとあります。人間も言葉によっていろんなことができます。だとすれば、私たちの口で神様の御心にかなうことを語るのです。神様を褒めたたえ、神様に賛美し、神に栄光を返すようなことを言えば、それが私たちの、口の目的なんです。ですから私たちは素晴らしいことができるんです。私たちの口を通して、私たちの言葉を通して、いろんなことができるんです。素晴らしいことができるんです。しましょう。できるんです。タイさん、私はこの口を持って大いに主に感謝します。私は多くの人々の真ん中で賛美します。素晴らしい。ね。
多くの人々の真ん中で賛美する、素晴らしいですね。私たちは、もう人間として、人間として素晴らしいことができるんです。素晴らしいことができるんです。ぜひ皆さん、変わりました、変わった素晴らしいことができるんです。素晴らしいことをしましょう。ぼっちさんね、一日八つ当たりしてはいけませんね。一日八つ当たりしてはいけません。ぜひ私たちは言葉で人を励ますことができます。言葉で人を、ね、慰めることができます。私たちは、私たちの口を清めましょう、ね。私たちの口を怪我してはいけません。神様に喜ばれることを言いましょう。それでは、招きをしましょうね。招きを、今日の放送を聞いて、そうだったんだ、今まで気がつかなかった、知らず知らず悪い言葉を使ったけど、もう人を呪ったり神様に対して、不謹慎な冒涜的なことをもう言うのはやめよう。言葉によって裁かれる、言葉によって裁かれる。死んだ後、最後の審判があります。イエス様の前に出なければなりません。イエス様の前に出て言葉を、弁明できない、語った言葉を弁明できない、もう悔い改めてイエス様にその罪を許してもらって、過去の悪い言葉を全部許してもらって、これからは神様の喜ばれる言葉だけを語ろう、喜ばれる良い言葉だけを語ろうと決心する人、アメン、アメン。過去の言葉は全部許してもらいたい。過去の罵り、過去の汚れた言葉、全部許してもらいたい人、アメン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 。タイさん、口を慎み整えて、アメン、アメン、アメン。素晴らしいです。皆さんは、皆さんの口を通して神の栄光を表すことができます。もう皆さん、思いっきり神の栄光を讃えようではないでしょうか。十字架の栄光を讃えようではないでしょうか。イエス様の名前を褒め讃えようではないでしょうか。ハレルヤというのはそういうことですね。ハレルヤというのは、イエス様の栄光を讃えていることになります。天皇様、感謝します。私たちはもう本当に、人を罵ったり愚痴を言ったり、神様に対して怪我しことを言ってきました。ごめんなさい、許してください。私たちは、裁かれることを知らないで、自分の言葉が裁かれることを知らないで、無責任な言葉ばっかり言ってました。ごめんなさい、人を裁いてました、人を罵ってました。ごめんなさい、これからは、そうではなく、人を励まし、人を慰め、神に喜ばれる言葉、神に栄光を返す言葉だけを言うことができるように助けてください。私たちの口を清めてください。私たちの口を清めて、賛美と感謝だけが口から出ますように、賛美と感謝だけが口から出ますように助けてください。今アーメンと言った方々が、これから素晴らしい人生が始まりますように。神を褒めたたえる人生、神に向かって賛美する人生、賛美人生、賛美人生が始まりますように。良い行いと良い言葉で神様に栄光を返すことができますように、
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、楽しみにしましょう、ね、失敗することもあります。でもその時に悔い改めて、イエス様ごめんなさい、ちょっと悪い言葉言っちゃいました、ごめんなさい、ちょっと人を傷つけてしまいました、ごめんなさいと、失敗はつきもんです。でも失敗してもがっかりしないで、悔い改めて、その次には言わないようにしましょう、ね、悔い改めて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 、行くならば、だん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 素晴らしくなっていきます。大石さん、おはようございます。それではまた、夜7時にお会いしましょう。おやすみなさい。良い一日を。良い言葉の一日を。良い言葉の一日を。シャロー。